スマホ買っちゃおう、モバイルドットコム。iPhone は何台あってもいい、どうもちえほんと持ちすぎなので没収します、つばきです。よろしくお願いします。お願いします。数日間ですね、スマホを没収されておりましてですね、使いすぎるからね、悲しい結果でございます。はい、今回なんですけれども、今買うべきおすすめ iPhone 人気機種ランキング2020年5月編恒例の長くて分からん。今回なんですけれどもね、 iPhone 最新機種が登場したということで、大きくランキング変わってるんじゃないかと、まあその辺もね楽しみに見ていきたいと思います。それではやってみよう。今回10位から5位まではね、さらっとちょっといきたいと思います。長いので、ね、長いね。はい、たくさんいいのがあってね、なかなか外せないからね、とりあえず全部見ていきたいと思います。それではまず第10位、 iPhone SE、 まあ初代の方ですね。まあやっぱりこの2016年3月31日に発売されてるんで、もう発売から約4年ぐらい経ちますね。はい、4インチモデルなんですけど、今回のやつは 4.7インチ。はい、なんで、まあ、こっちのね4インチモデルが欲しかったっていう方も結構いるんじゃないかな。そうだね、価格コムランキングでもね、まだまだ上位に実はいます。そうなの。はい、それぐらいちょっとまだ人気な iPhone です。まあ好きな方は本当に好きなんですよね。僕も好き、もう本当にコレクションとしてこれからも持っていきたいと思ってます。それでは続いて第9位、 iPhone8 Plus。 8 Plus っていうのはね、逆にこの iPhone SE 第2世代が出たことによってちょっと評価上がったんじゃないかなと個人的に思ってて。なんで？実はね、 iPhone SE 第2世代と一緒に 5.5 インチモデルも出るんじゃないかと言われてたんですよね。はじめ 4.7 インチモデルと 5.5 インチモデルが出るんじゃないかと言われてて、同時には出なくて、今後出るかもしれないと一応今まだ言われてます。また別で出るかもしれない。そう、また別で出るかもしれないと言われてて、まあ事実かどうかというか、まあ噂段階なんで、 5.5 インチの最新モデルというと今これが最新モデルになるんですよね。ホームボタンありで、かつノッチがないんでゲームがしやすい、 3D タッチが使えるんですよね。グってやつね。そう、グってやつ、あれも使えるんで、個人的にはすごくおすすめしたい1台となってます。続いて第8位、iPhone 11 Pro Max。 まあこれはね、もうあの皆さん新しいんで知ってる方も多いと思うんですけど、 6.5 インチのフルスクリーンディスプレイ搭載の iPhone 11 Pro Max となってます。ジェスチャー操作がねできるモデルですよね。はい、大画面でゲームしたい方は、まあ最新モデルとしてはこれが一番おすすめなのかなと思ってます。ただね、何せ重い。そうだよね。はい、そして価格が高いんですよね。ヤフオク相場ちょっと見てもらいたいんですけど、3月時点で10万円ぐらいだったのが今8万5000円ぐらいと、だいぶちょっと落ちてきたんですよね。はい、一気に価格落ちてきたんで、まあ、買いやすくはなってるんですけど、ただキャリアモデルって呼ばれるドコモとか au、 ソフトバンクで販売されている iPhone 11 Pro Max は実はね、割引あんまり入ってないんですよね。ああ、そうなんだ。はい、その点ちょっと買いにくいのかなと思って一応第8位にしております。続いて第7位、 iPhone XR。 2018年10月26日発売のモデルになってます。 iPhone XS と同じ時期に出たモデルですよね。販売価格見てもらえると分かるんですけど、発売当時84,800円から発売されてて、比較的買いやすい iPhone として登場したモデルとなってます。もちろんね、動作的には全然問題ないんですけど、今ねキャリア版が少ないんですよね。少ないんだ。もうあのかなり在庫復活っていうのがもう見かけなくなりましたね。割引も入って安くはなってるんですけど、在庫がないので手に入りにくい1台となってるのが一応第7位に入れた理由です。でヤフオク総合見てもらえると、実は3月時点で5万円ぐらいだったんですけど、今4万円ぐらいから買えるようになってきてるんで、まあ、中古とかで探したい方にとってはまあ買いやすい1台になってるのかなと思ってます。続いて第6位、 iPhone7。 第6位にした理由っていうのが、まあ、iPhone SE 第2世代が発売されたこともあって、こちらをねあえて選ぶ人も減るのかなというところと、長く使えるかどうかっていうところがポイントになってくるんですけど、最新 iOS が使えるのはおそらく2021年9月、これが最後のアップデートになるんじゃないかと僕は思ってて、そうなってくると今からまあ2年ぐらいはね使えると思うんですけど、3年4年5年とね使って長く使いたいっていう方にとってはちょっとだんだん選びづらくなってくる1台なのかなと思って一応第6位にしました。第7位の XR と7はなんで逆じゃないんですか？はい、実はねそこについては価格にあると僕は思ってて、 iPhone XR って今あのヤフオク相場見ると4万円ぐらい買えるんですけど、キャリアモデルとかはもうちょっと高いんですよね。で第6位の iPhone7 だと今 Y モバイルモバイルでね2万円ぐらいで買えます。あ、Y モバイルでも売ってるんだね。はい、Y モバイルで今ゴールデンウィークセールで今2万円ぐらいから買えるんですよね。へー、そんなのやってるの？はい、って考えるともう2万円3万円の差は出てくるわけなんですよね。
そっか、はい、で2年はね正直まだ使えるんで、ぶっちゃけ今から新品で買っても僕はいいと思うんですよね。動作とかは全然問題ないし、ゲームも普通にできるし、個人的にはすごく好きな1台なんですよね、うん、だから第6位に持ってきました。それでは第5位から1位まで、ここからはしっかりちょっと見ていきたいんですけど、はい、第5位 iPhone XS、 第5位かなと思ってですね。 XS ね、もう XS はもうやっぱり価格がだいぶ落ちてきたんですよね。でもうコスパと性能がだいぶもうガッチガチにマッチしてきたというかそうなんだ、はい、まあ、これもね個人的に今から買う選択肢はすごくいいんじゃないかと思ってます。 5.8 インチのフルスクリーンディスプレイです。ジェスチャー操作ができる1台になってるんですけど、 CPU は A12 バイオニック、メモリは 4GB でデュアルカメラを搭載してます。注意ポイントとしては超広角カメラは搭載してないので、そこはねちょっと注意が必要です。重さは 177g、 実は iPhone 11 Pro より 10g ぐらい軽いんですよね。それでも軽いんだね。そう、 10g って結構でかいからね、ケース分ぐらいはあるから、いかに11シリーズが重いかっていうとこですよね。そうなんですよね、11シリーズ全て重くなってるんで、まあ、この辺がね僕としてはもう最低ラインというか、まあ使いやすい重さの最低ラインじゃないかなって思ってます。でもちろん Apple Pay 対応だったり IP68 の防水防塵対応、 Face ID も搭載しています。何年までね最新 iOS が使えるかっていうところなんですけど、はい、一応2023年の9月まではまあ間違いなく使えるんじゃないかと、まあまだまだね3年ぐらいですね。そういうことです。でただね、キャリア在庫特にねドコモさんの在庫が減っててすごく安かったんですけど、もうねなかなか在庫復活っていうのが見なくなってしまって、こっちも在庫が少ないですね。そうなんですよ、そうなんですよ。その点 iPhone、 さっきの第6位のね iPhone7 はまだ Y モバイルとかであるんで、まあ、買いやすいなって思うんですけど、こっちは買えたら本当ラッキー。そうなんだ、はい、ぐらいまあすごいいい機種ではあるんですけど、買いづらくなってきてるのかなと思っております。続いて第4位、 iPhone8。 まだ4位にいるんですね。いやもうね4位にした理由っていうのをちょっと聞いてくださいよ。はい、はい、まあスペックざっと紹介していきます。 4.7 インチのレティーナディスプレイ、 CPU に A11 バイオニック、メモリは 2GB でシングルカメラ搭載、重さは 148g でバッテリー容量は 1821mAh、 Apple Pay 対応や IP67 の防水防塵対応と、もちろんホームボタンがあるんでタッチ ID も搭載なんですよね。これがね素晴らしいポイントなんですけど、じゃあなんで第4位にしたかっていうと、 iPhone SE 第2世代、椿さんも持ってるわけなんですけど、はい、その登場によって iPhone 8の価格が一気に下がったんですよね。あ、下がったんだね。はい、下がったんですよ。でもちろん iPhone SE 第2世代ってすごくコスパはいいんですけど、まあそれでもね 44,800円ぐらいからと、うん、iPhone 8はじゃあいくらぐらいから買えるかっていうと、ヤフオク相場で今 18,000円ぐらいから買えるんですよね。だいぶ安くなりましたね。そうなんですよ、そうなんですよ。 iPhone 8って実は iPhone SE 第2世代出る前はもう全然値落ちしなくて、もう本当にゆっくり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 下がってて、でしかも一時期ちょっと上がったりもしてて、そうなんだ、はい、でここに来てやっぱり SE 第2世代が出たことによって下がったんですよね。だから iPhone 8が欲しかった人にとっては今逆に買い時になってきてると。なるほどね、もう本当に底値になってきたんですよね。もちろん動作なんですけどめっちゃ快適じゃないですか、うん、ぶっちゃけ椿さんも買える理由はほとんどなかったレベル、うん、そうだね、はい、ですよねバッテリーよりはちょっと少ないんですけど、うん、椿さんみたいに Twitter とかねゲームとか動画しない方だったら十分1日、うんうん、めちゃめちゃしなければ ね使えるレベルだと思うんで、まあぜひねこの機会にようやく iPhone 8欲しいなって思ってた人、買えるチャンスですね。はい、買えるチャンスが到来してきてると今後 UQ モバイルとか Y モバイルでももしかすると取り扱いが始まるかもしれないんでね、うん、あ、だといいね、はい、その辺もちょっと期待しつつ一応第4位に添えました。続いて第3位、 iPhone 11 Pro。 11 Pro、 3位に持ってきました。2019年9月20日発売の、まあ、去年の秋モデルですよね。 5.8 インチのフルスクリーンディスプレイ、 CPU に A13 バイオニック、メモリは 4GB、 僕も使ってる1台となっています。トリプルカメラ搭載で広角望遠超広角カメラを搭載してると、でナイトモードにも対応してるんで夜景も強い1台になってるんですけど、 iPhone でカメラを重視したい人はもう iPhone 11 Pro 一択でいいのかなと個人的には思ってます。で重さは 188g でバッテリー容量は 3190mAh。 バッテリー持ちはいいんですよね。はい、バッテリー持ちはねめちゃくちゃいいんですよね、うん、ただ重い。そうですね、何せ重いんですよね。はい、で Apple Pay プラス IP68 防水防塵顔認証対応で指紋認証は非搭載となっています。でもまだ高いんじゃないですか。はい、価格なんですけどやっぱりまだ高い、うん、
はい、それはもう椿さんのおっしゃる通りで、でヤフオク相場ちょっと見てほしいんですけど、3月時点で9万円ぐらいだった相場が今8万2000円ぐらいからになってきてるんですよね。あ、ちょっと下がったんだね。はい、ちょっと下がってきました。まあようやく買いやすいラインギリギリになってきてるのかな、どうかなぐらいなところになってるんですけど、で実はねドコモとか au ソフトバンクのキャリアモデル、はい、こちらもね割引対象になってきてるんですよね。お、はい、それもあっておそらく下がってて、さっき、まあ、マックスは割引ないって言ってたけど、こっちはなってるの？そうなんですよ。マックスはね比較的まだ割引対象になってるキャリア少ないんですけど、11プロは全キャリア割引対象になってるんで、その点買いやすいのかなと、なるほど、ね、はい、思っております。なので第3位に入れました。いよいよ第2位 iPhone11 まあ11は ね、あ、もちろんコスパ良くて、そうだね、はい、3月やった時は1位です。1位でしたっけ。はい、3月やった時は僕1位に選んだ1台なんですけど、まあ今でももうコスパはいいですよ、やっぱりこれは。でもこれが2位に来たんですね。これが2位で、まあ、まあそろそろ察していただけるかなっていうところではあるんですけど、はい、2019年9月20日発売となっています。 6.1 インチのフルスクリーンディスプレイ搭載で、 iPhone 11 Pro との違いなんですけど、サイズはもちろん違うんですけど、ディスプレイがね、有機 EL じゃないんですよね。液晶なんだ。はい、こちらは液晶になってます、うん、あ、でもまあ綺麗ですね。綺麗だね。はい、すごく綺麗でした。で CPU は A13 バイオニック、メモリは 4GB でデュアルカメラを搭載、広角プラス超広角カメラ搭載してるんで、うん、まあ、トレンドをしっかり抑えたカメラ仕様となっています。で重さは 194g とちょっと重め、重いですね。はい、まあでもこのあたり 10R から増えなかったっていうのは一つポイントなのかなって思うんですよね。 10R もそんなに重かったんだね。はい、実は 10R もねちょっと重いのが気になるかなっていうところ、うん、でバッテリー容量は 3110mAh。iPhone11 のすごいところはもうバッテリー持ちなんですよね、はい、いいですよね。もうすげえ持つ、本当に。 11Pro 第3位で iPhone11 を第2位にした理由っていうのが2つ僕の中であると思ってて、はい、1つは選べるカラーラインナップがすごい豊富、うん、はい、ポップなカラーリングがね6色展開で、そうだね、はい、自分の好きなものを選びやすいのかなっていうところと、あともう1つね大きな理由として価格、うん、やっぱりね価格が安いんですよね。発売当初販売価格 74,800円からだったんですけど、これも安いって言われてたもんね。そうなんですよね。 iPhone 11 Pro と比較すると約3万円違ったんですよね、うん、はい、そうなってくると iPhone 11のがやっぱり買いやすいのかなと。そうだね、10万超えるとやっぱハードルが上がるもんね。そうなんですよね。でそれでいて CPU も同じなところがね強いなって思ってます。まあ第1位が出なかったらもう永遠にこれが1位なんだろうなって僕は思ってたんですけど、コスパの部分でも第1位にはちょっと及ばないって意味ですかね。そうなんですよね。それでは早速見ていきたいと思います。第1位は iPhone SE 第2世代出た。まあでしょうねっていう方も多いでしょう。もうこれおそらくこの動画を再生し始めた時点でですね、はい、はい、まあなんとなくこれが1位なんじゃないかって思っていた方も多いんではないでしょうかね。この子1位なんですね、はい、まあこの子でしょう。そうなんだ。もう iPhone 史上ナンバーワンのコスパ、これはねもう断言しよう。これ以上コスパが優れた1台って多分なかった。 iPhone 11 もねこれが出てなければもう史上最強のコスパ iPhone だったんですけど、うん、それをさらに上行ったのがこの iPhone SE 第2世代ですよね。なんでですか。その部分もしっかり見ていきたいと思います。2020年4月24日より順次発売で、 SIM フリーモデルは先行して今発売をしています。キャリアモデルは5月11日以降に発売されていくと。そっか、まだなんだね。そう、これからですね。デザイン、まあ、ほとんどね iPhone8 と同じなんですね。そうだね、はい、一応 iPhone8 の後継機として出ている1台と思ってもらえれば分かりやすいと思います。赤可愛いんですよ。そう、赤がねとても可愛い。ちょっとカバーついちゃってますけど、可愛い、こんな感じです。ディスプレイサイズ 4.7 インチで CPU は A13 バイオニック、実はねこれが iPhone 11 Pro とか iPhone 11にも搭載されている CPU になっております。やっぱ使った感じ最初変わんないなと思ったけど、はい、動きが早い気がしてきた。おそらくねあのアプリの起動とか、うん、ついてくる感じとか早い、うん、あの全然違うと思うんだ、うん、僕は使ってないんですけどね。そのあたりね椿さんのレビューをね期待して待っていてください皆さん。僕もねすごい使いたいんでね、あのこっそり借りたりはしてるんですけど、ね、勝手に触ってるじゃん。いやでもまだ足りねえな全然。レビューできるほどではない。メモリは 3GB でストレージ 64GB、 128GB、 256GB から選ぶことができます。バッテリー容量は 1821mAh。 実はねこれ iPhone8 と同じです、うん、ただね海外の検証によるとどうやら iPhone8 よりもバッテリー持ちがいいって言われてます。 CPU のおかげでより省電力になってるみたいなんですよね。あ、省電力になった。はい、逆にねなんかそのあたり省電力になってるっぽい。うん、はい、椿さんどうですかバッテリーの感じは。
あんま気にしてなかった。あんまり気にして、ちゃんと気にしてください。気にするね。まあ気にしないぐらい一日使えるってことですよね。余裕って感じ、はい、それはすごいいいことですね、うん、iPhone SE 第2世代はシングルカメラを搭載してます、うん、で地味にね変わってるのは僕ここだと思ってて、はい、シングルカメラで撮れる写真がねより綺麗になってるんじゃないかと。あ、それは感じるね。なんかすごいコントラストも良くなってて、例えば鼻の色味とかもしっかり出るようになってたりとか、明るいんだよね、まあ、若干明るめに撮れるね。この辺がね、実は結構変わってるんじゃないかと。なんか最初8と SE2、全然変わらないっていう予想だったから、うん、ちょっとしょんぼりしてたじゃないですか、はい、で正直ね、スペック上はほとんど変わってないですよね、うん、数字じゃないところやっぱ変わってるよね。そう、数字じゃないところでね、だいぶ変わってる。やっぱり CPU のね、ソフトウェア処理なのかな、うん、AI 処理なのかわからないんですけど、ここがね、すごい変わってて、またね、詳しくね、レビューもしていこうと思ってるんですけど、はい、個人的には iPhone11 とかよりも色味は好きかもしれないですね、うん、うん、まあこの辺はちょっと検証していきたいと思ってます。で、イヤホンジャック非搭載でタッチ ID 搭載。やっぱりね、ホームボタンにタッチ ID、 これはね、素晴らしい。で、Apple Pay 対応で IP67 東京の防水防塵、カラーはホワイト、ブラック、椿さんが使っているレッド、この3色展開となっています。まあ価格見てもらえるとね、まあ衝撃なんじゃないかなと思うんですけど、44,800円からと。そうですね、もうね、5万円以下なんですよね、税込みでも。すごいよね、もう恐ろしいですよ。 iPhone11 と iPhone SE 第2世代迷ったんですけど、個人的にはやっぱり買いやすさと使いやすさを重視した点。そうだね、やっぱ11って使ったけど、うん、重くて画面とか綺麗なんだけど、はいはいはい、ずっと使うのはしんどかったり、顔認証がちょっと合わなかったりもするけど、で SE2 はやっぱ持ちやすいし使いやすいし、私にとっては指紋認証もすごい合ってるし、カメラもやっぱり明るくなってるから、すごく求める人にとってはあるかもしれないけども、誰にでも使いやすい1台になってるのかなって感じた。うん、僕みたいにね、本当に全てのトレンドが最新じゃないと嫌っていう人は、まあ、あまりおすすめできないんですけど、おそらくね、できるだけ安くてそこそこ長く使えるやつっていうのを求めると思うんですよね。そういう人にとってはもうまさにこれがね、おすすめできる一台で、本当にね、恐ろしいコスパ iPhone が出たなというところで、今回第1位にさせてもらいました。それじゃあ1位から10位まで見てきましたけども、はい、どうですか？あのね、 iPhone SE 第2世代は素晴らしいと思う。正直ね、1位と2位は確かに迷うけど、うん、そうだね、もう、ま、間違いなく iPhone SE 第2世代が1位っていう方の方が多いんじゃないかな。やっぱなんか見た目は8と全然変わらないんだけど、うん、使った感じね、変化を感じて私嬉しいよ。やっぱりね、 CPU がね、最新なのは結構でかいと思うんだよね、うん、まあ、あの結構言われてるのが CPU が最新だけじゃないかっていうところなんですけど、最初言われてたね。そう、でもむしろそこが一番重要なんですよね、うん、CPU が最新じゃなかったらこれはもう本当に価値がだいぶ薄れてくるというか。カメラもやっぱその影響あるんですかね。おそらくあると思う。ソフトウェアの処理が絶対良くなってるんで、うん、まあ、その辺含めてね、まあ、第一は圧倒的じゃないかなと僕は思ってるんですけど、もちろんね、 iPhone11 も使う用途によってはいいし、やっぱりカメラね、トレンドを抑えてるんで、その辺はね、目的ごとにね、ぜひ選んでいってほしいなって思います。個人的には好きな iPhone7、 はい、はい、今ね、あの Y モバイルで安く買えるじゃないですか。あれね、個人的にすごい欲しくなってる。2万円最近7だって使ってるよね、家で。使ってる、よく使ってる。軽いしね。そうね、はい、Y モバイルで今安いから、ぜひ。新品がね、安いんですよね。そうなの？そう、中古はやっぱりバッテリーが弱ってたりとかっていう心配もあるんで、うん、まあ、新品を買うっていうメリットはそういうところにあるのかなと。はぁ、もう何言ってるか分かんなくなってきたでしょ。はい、っていう感じで今回 iPhone ランキングをね、お届けしてきました。まあ今後もね、しっかりちょっと毎月追っていきたいなと思ってます。実はね、4月もやりたい、そう、4月もやりたかったんですけど、あの気づいたら5月になっちゃったっていうわけで、まあ今回はね、これでランキングをさせていただきました。皆さんのランキング的にどうなんですか ね、 はい、ぜひね、そのあたりもコメントをお待ちしてます。もしこの動画がよろしければ、グッドボタン、いいねもよろしくお願いします。ブログ、ツイッター、インスタグラムもやっています。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。お願いします。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。